大和田常、大和田常、大和田久し、1932年、昭和7年9月18日隊は、日本の外交官、国際法学者、教授、米国、ハーバード大学ほか、外務大臣官房長、外務事務次官、国連大使、国際司法裁判所判事、第22代国際司法裁判所所長などを歴任、皇太子なる人親王日政子の実父。 1932年、昭和7年、新潟県北貫原郡柴田町、現、柴田市に生まれる。大和田岐阜、政府祭の次男で、八人兄弟の四番目に当たる。聖火の跡地は現在清水園の駐車場となっている。本籍地は、新潟県村上市。旧正新潟県立柏崎中学校、現、新潟県立柏崎高等学校2年の時。 父の転勤により、旧正新潟県立高田中学校に転校した。新潟県立高田高等学校を経て、1955年、昭和30年に東京大学教養学部を卒業した教養学士。入賞した年、1955年の夏から1959年にかけて、イギリスのケンブリッジ大学大学院、トリニティカレッジにて学び、バチェラー・オブ・ロース。 合学誌を取得した。後半2年は中国誌の権威、デニス・トゥイッケット教授のに下宿していた。1954年、昭和29年、外交官僚時間試験に合格し、翌年の1955年、昭和30年に外務省に入省する。英語研修、英国、ケンブリッジ大学大学院からの帰国後、同省条約局法規化で6年ほど。 1959年から1965年、日韓国交正常化の作業に携わる。その後、条約局法規か、在ソ連大使館一等書記官に就任し、領土問題、漁業交渉、サハリン残留韓国人の帰国問題などを担当する。国連政府代表部などを経て、1971年、昭和46年に、大和局対応集課長、 外務大臣秘書官事務取扱い、1972年、昭和47年に国際連合局政治課長、1974年、昭和49年に条約局条約課長、1976年、昭和51年に福田武雄内閣総理大臣秘書官になり、日中平和友好条約の作成に参加する。秘書官には他に、福田康夫、安田博 棚橋雄二らがいる。以後、在米大使館講師、ハーバード大学ロースクール客員教授、在ソ連大使館講師、1984年、昭和59年に、条約局長、1987年、昭和62年に、外務大臣官房長、1988年、昭和63年に、OECD 政府代表部大使、1989年、 平成元年に外務審議官1991年、平成3年に外務事務次官1994年、平成6年に国連大使などを歴任する。外務事務次官であった1991年、平成3年の湾岸戦争の際には自衛隊の派遣に反対の立場を取った。1999年、平成11年に退官した。 退官後は、コロンビア大学、ニューヨーク大学などで、客員教授として、国際法の教授に当たった。国内では、2000年から、早稲田大学大学院アジア太平洋、研究科客員教授、国際機構論、財団法人日本国際問題研究所理事長、1999年3月から2003年1月、外務省顧問、世界銀行総裁上級顧問、 2002年、平成14年からは、広島大学の学術顧問も兼任した。また、国内では、京都大学、名古屋大学、金沢大学、長崎大学、2001年、平成13年、オーストラリアのクイーンズランド大学、2007年、平成19年インドの、ナショナルアカデミー・フォー・リーガル・スタディーズ・アンド・リサーチにて、講演をした。2013年、平成25年、 オランダのエラスムス大学ロッテルダム経営大学院の卒業式で講演した。2003年、平成15年に国際司法裁判所 ICJ オランダハーグ判事に任命された。前任は小田シュゲル、1976年から2003年まで3期27年間。2009年、平成21年国際司法裁判所所長に選出された。 ICJ の所長に日本人が就任するのは初めて。所長任期は3年で2012年、平成24年2月に退任した。所長選挙は15人の判事による5選方式で実施された。2010年、平成22年7月22日にセルビアからのコソボの独立の是非に関して国際法違反には当たらないとの判断を下した。 こそぼこその独立も参照。所長退任後は判事を継続。参加した主要な国際法分野における国際法会議としては、1960年の第二次国連海洋法会議、1968年から1969年の国連条約法会議、1979年から1982年の第三次国連海洋法会議、アンクロ、 および1998年の国際刑事裁判所、設立外交会議がある。2007年、平成19年、広島大学大学院総合科学、研究科顧問教授、内田大学名誉教授、国際法協会日本支部理事、日本国際法学会名誉理事、米国国際法学会名誉会員、アジア国際法学会理事、バンコク国際法学会、 エル・アン・スティチュ・デ・ドロイト・インターナショナル会員、常設仲裁裁判所国別裁判官団判事に就任する。2018年、平成30年6月、国際司法裁判所判事を退任。公認は、岩沢雄二、2018年から2021年。1938年、昭和13年1月30日、窒素会長。 江がしらかの長女として誕生。1956年、昭和31年3月、田園町布双葉中学校、高等学校を卒業後、1956年、昭和31年4月に、慶応義塾大学文学部フラス文学科に入学。1960年、昭和35年、同大学を卒業と同時に、エールフランスに就職した。後に、 同社の極東支配人秘書官を務める。父方祖父は海軍中将、江頭康太郎。母方祖父は海軍大将、山谷他人。由美子が結婚的礼期を迎えた頃、外交官に嫁がせるようにと、中米海軍武官、竹内重利中将と妻のひさが江頭夫妻に進め。その後、ひさが旧地の在フランス日本国大使館書記官西村熊尾に、 由美子を紹介し、西村が由美子の相手として考えたのが、大和田久氏であった。直後に、西村夫妻が同席市都内でお見合いをした。1993年、平成5年、同年4月開学の青春女子大学の客員教授として招かれることになっていたが、政子が皇太子妃に作立されたことで白紙にな。兄のアキラも柏崎中学校。 原嘩しわ崎高等学校の関係者の間で語り伝えられるほどの秀才であったが、弟の常も同様に大変優秀であった。常は天才タイプではなく、人知れず早起きをして猛勉強をするという努力家タイプであったとされる。池田隼人や大平正義が率いた高知会の名付け親である陽名学者、安岡正サが主催する、しかも学会に、 江藤敦氏らと共に参加した。外務省官房長だった1988年に、総科学会からの要請に応じて、池田大作名誉会長らの外国訪問旅行に、便宜供与を図ったとして、国会で追及されている。評論家の渡辺昭一は、中曽根内閣の時に、大和田が、日本の外交は、東京裁判を背負っている、ハンディキャップ外交であると答弁したことを、 国賊と言ってもいいでしょうと強い調子で否している。しかし、大和田は東京裁判で日本はハンディキャップを背負わされていると朝鮮国を非難した発言しているので解釈にいささか誤りがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。